あれみたいな。でしょ、それ。汗に来るんだかも、汗。ああ。今日も汗大量にかいてるからね。まあ、臭いか臭くないかで、多分臭いと思うから。うん。汗かいてて虫は無理。聞いたことないよ。今日顔出る？全然。大丈夫？うん。虫たかってんだけど。お互いに、あ、来た、車。どうした？こっちだな。この辺によ。ここによ。ないんだよね。違う。口に入ってきそう。そうなんだよ。なのでマスクをした。なので僕は行ってます。なんだっけそれ。あなんか有名になってるからやつか今。なんか CM ちょっと面白い。サンダーマーキーがタイミングよくやっちゃったから余計にあれ。所在として。あのミクミクっていうか全体的にマックって小さくなったような。あれなんかね、悲しくなった俺頼んだ時なんかちっちゃくねみたいな悲しい時に、うん、そんな感じで、だってママごとみたいなさサイズになってるよ。ええー、みたいな。そのうちマフィンみたいな形なんじゃないなんかそう、ビッグマックってすげえさ、がぶりつくっていう印象あったから、まあ、悲しいなって気持ちにしちゃったせいよ。もうちょっと。あと4時半。4時半じゃない。なんか時半です。いいよ。この時間の登山の方がいいや、人いなくて声がすげえたかる。熱、あったかいところに寄ってんのかね。え、じゃあ昆虫は臭いところでしょ。だから臭いところ、あの昆虫ゼリーに寄ってきてる。昆虫ゼリー、あと木で、あのまあおがくずだからまだあれだけど、土とかね珍しい、誰もいない。乗り越えないで、乗り越えたやついるんだろうな、これ。足が重い。直して直して。まだ氷が残ってる、そうか。耳元でここがさっきから息子とするセンキュー、しばらくいいや。あーこれうまっ。これあれイオンポカリ、うん、イオンペカリにるぐらい、なんか水というか口の中が甘ったるいの感じなくていいです。これ氷蜜入れたからかもしれない。さらに美味しい、薄まっていい感じかもね。コーヒー3つぐらいだったら問題ないの、薄くなってない。うん、よく行き。で、ここがあれか、まあ、そうそうか。はい、変わらず暑いです。